メッセンジャーこんにちはメッセンジャー愛原です。うもこんにちはですもう4月も終わり 早い,早いですね。もうね、うん、もう夏っぽい雰囲気もしてきたし、ね、今日なんかもう二十三度四度ぐらいです暑いですね。結構ね、ウォーキングしても汗かけますよね。え、うん、だからもうね、あっちゅうまの出来事やからね、もうあパッパッパッパ,パ過ぎていくでしょ。この年になればもう一年の三分の一が過ぎていくっていう恐ろしいほどの駆け足でね。早いですよね<ー>、もね。私おとあの、愛原は髪の毛染めてんの。あのね。 えと一番簡単な染めるやつって知ってます俺知らん,、ね、なんか本当にか簡易的なはあのハケみたいなやつをパッパッと塗って10分15分やったらこうあ<ー>ベーっと洗うぐらいです全くしてなくて髪の毛一時すごく,なくなかったいや結構白が多いねんけどもうでもなんかグレーっぽいですよねグレーっぽくなって,きて,なてはい。 グレーっぽくないやいやおしゃれグレーっていうかもうなんか染めんのすらもうずーっと染めてへんから分からへんのよねだからだんだんそのそう梅梅ちゃん言うみたいにいあの最近僕あのバーバに行ってるんですよバーバーで。で染めた方がいいんですかって言ったら染めると真っ黒俺髪が細いねんってだから真っ黒になって、はい、ナショナル坊やみたいになるろてろ組み合わせは あでも話聞くと <laughs>、うん、やっぱり髪の毛染めるって、まあ、いろんな今はいいねものがどんどん出てますけども、はい、やっぱり負担がないわけじゃないとそやんなまあそりゃう<ー>そうや,やと思うまあうち、まあ、ほんま染め る道具が全部揃ってるんですよそういうのも全部あっても保管してるのも全部知ってるんですよ一切提案がないんですよややったのてやろうかっていうで自分はだちょっとネズミ色してみたりとか普段からなんでお前にやらなあかんねんっていうかどっかにあるんちゃうか早くないいやそれそうでしょ三発自体も実際さもう10年前ぐらいから切ってもらってないのよ子供たちには切ってあげて助かるで今子供やてもお金高いもので近所のおばさん なんとかも来たりすんね。 お金もらってないけども例えば本当に子供の時からお世話になったおばちゃんとかも聞いてておしゃべりついでおしゃべりついで髪の毛切ってもらうというそれもなんかこの前とろゆきであったみたいに野菜もらおうとしてるおんやゃべりながら髪の毛切ってもらうってなかなかないでただで自身の旦那さんのこととか子供さんのことを誰に彼言うわけにいけへんけどうちの嫁さんはよく知ってるから言える お話ししに来たついでに髪の毛切ってもらう。他人には結構切。 子にかやね子供やってそれはやっぱお前には言えへん何かの怒りがあるんやと思うでいやそうかなただ単純に邪魔くさいっていうなんで切らなあかんねんになってくるやよ結局邪魔くさいはでも全部その染め具の染めこの道具がもう何十種類あるんですかあれも一つ二十ってあれもほんとね難しいやろねそうで自分は偉い豆に用を染めて貼って俺がその簡易的なチューブのやつをこうしてラップをこうして ラップ巻いてくれって言ってラップは <laughs> 巻いてくれんの <laughs> ラップやろラップ巻いてくれよでもなんかもう みたいな感じでとりあえず何や俺は一人暮らしの人なんだって思ら <laughs> それはもうもともとねお正月の時からね,あねあの年末からもうパンツ買ってぐらいからの時からも, <laughs> も,う,もうそれほんまと島それとしましまずの藤井さんの話はか <laughs> それ言わんとそれをなんか誰かにいじられたや <laughs> あ,あのラジオ聞いて,てね,ね年末のその出来事を、はい、まあ近しい人に面白おかしく嫁さんがいじられ うん、でななんか言い合い合ったよ<の>、まあ、まあ嫁さんとたま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 別のことで言い合いになったほんならもう「気に入らんと」と、うん、ラジオで「あることあること言われん <laughs> あることないことやろ <laughs> あることあること言われても私のもうプライドみたいなもんがズタズタやみたいな、はい、だから年末のパンツの話はせんといてって <laughs> ほんまにちゃんとせいやとか思いながらね。<laughs> だからそっからもう始まってるよね。いやそうですね,でもね。ほんまに散髪のことに関しては、うん、ほんまね心の底から邪魔くさいみたいですわ で文句言うからちゃう、お前も。ほんな別,別にお前丸坊主や、かたいっぽお前あの残して最後、こっちはこっちでもんなもないとか、見てみたい <laughs> こういう芸風やろ、お前はとか言ったからそそれはちゃうやろってなるけど、まあ、ゃそれから髪のここ横、ぶわーっ<後>張り上げてしょ,しょっちゅうしょっちゅう行きたかったらもうし、知り合いっていうか、ちゃんとそういう店見つけた方がええんちゃうかという、<笑><笑>まあそういう理由い。いういう人のことばっかりなその、お嫁さんのことばっかり言うけどな、お前言うてへんから別に。 お前から言うからやんかそれは <laughs> でなんお前それは今まず言うことまず言うことがもう気に入らんってことでしょだからそっか何かいじられ方がね気に入らなかっただう<ー>だと思うんですよ でまあ俺から言わせよ、うん、気に入らんねやったら年末のパンツは買ってくれないん話でそんないつからそんなルール変わったらやんなさい毎年それで着てんのにやで <laughs> あんたが買え言うたからやであんたが自分で買おう言うたからやでそれは違う T シャツは俺が自分で買うパジャマは自分で買うかもしれない、うん、でも下着はそれはもう奥さん <laughs> それはあなたの実家でもそうしてたからね お父,さんお父さんのやつとかそうしてたからそれは代々続くもんやんもん、うん、奥さんの,いいあの言い分とすら自分で買おうって言うたって,言,って、ね、言うたって聞こえたって聞こえたとしても、うん、いつからそんなルールか水かけから <laughs> ルールがそんなふうになってないんだからね <laughs>、うん、あれよあのそうやって言うのに分かるけどあの何百か月の時の出番はちゃんと見といてほしいねん誰,<何>誰が出るかっていうのおなんで 俺だけが言われるからある人にまた俺のこといじってくれてたらしいなしかし言われるから俺お前やのに俺なむいと俺いやいやいやいじってないしいじってないし最近そんなお話した記憶がないし全前々回ぐらいじゃないですか前々回ぐらい全然そんなもうお前が「しかし」とか言うからやってだからそれでそれ いや、それだからや、やさごさんの、前のコンビの名前知ってますか?。でも、しかし。コンビ名にするぐらい、でも、しかし、しかし、なんていうのはね。はい。どなたでも使う言葉です。しかし、が先輩特許の人なんて、いてませんよ。俺はね、だから、言われたんやっって、ね。お前が。どなたが荒れちゃう、ちょっと、その人の顔見て、ニヤニヤしてたちゃう。から <laughs> 俺、何もしてへんわ。<laughs> <カリ S 2> 俺も、サボなんか、ゆ、言おうとする。なんなそれをな。 本人直接な、聞いてたら別になそんな別に悪いこと言ってるわけじゃないんだけどもんかでまたぎきまたぎきで誰がどうか分からへんとたぶん芸人じゃなくて友達やんなんか知らないよ友達やと思うその方がどういうふうに伝えたかによって全然ちゃうやんかそうですよねでも分かんないですけどよくないですか 人のラジオにこう名前が出るい。いや、それはわ、まあ、それはわかる。りらそれがどう伝えたか,やんか、今、まあ。伝え方が。東<の>野さんのラジオとか聞いたら、それこそ黒田さんの名前も、僕の名前も、ちょいちょい出てきますもん。もう、それって。 もう僕からしたたらね、うん、まあありがたいないやそ,、ね、それをでええやんかいやそれがだから伝えあ <laughs> かんねんなさっき、ね、の,の奥さんの話と一緒やんか奥さんのパンツ事件の話を誰がどうっつったいじったっていうそういうことやんクロ、うん、ちゃん、うん、うちの嫁さん素人なんだよねいや違うかな <laughs> 素人だからプライベートなこと気にすんのは分かるんだけどさ何で急にお前なん,かなんかお前なんか昔のロック歌手みたいなの出てくんねん誰やねん芸人じゃら,ら俺はええいや俺もええねがお前が <laughs> 誰のこと喋ってるか全く分かれへん <laughs> れへん 誰が言うてきた、から全然顔が浮かんでないで、での中、誰の話をしてるか,とか。<わ> <laughs> ね、全然分からへんけど、はい、芸人やと、それでえ、えんちゃおうかなってう。まあ、ありがたい。いや、どういうふうにって言うから、まあ、いや、どういうふうにって言われても、まあ、面白おかしく言う。 出たでもちゃんと覚えてんち俺も覚えてんし。あそこに桂声出す声出しうって言ってあいつも絶対なんかみんないじってくれるんよ俺のことも言ってくれるし、いろんなこと僕ら例えばあの盆町阿賀庄とかで日々あの玉田町がね三ヶ月同じ同じおも食べるとかそれ別にそれはそれで別にだからその程度ですよって言ったらそれはそれで安心しちゃったみたいでそれでな傷つきやすい人なので。 でまあ、一応言われたのは、うんは乗ってる車ね、うん、乗ってる車黒の BB でしょ黒にあの2代目ですよ綾原さん、はい、それはちゃんと怒ってました二代目ではない三代目ら <laughs> 乗り継いで乗り継いで乗り継いで伊藤和恵さんよりも <laughs> 自分で今のやつはもう会えへんねんってあのあれが。 今のやつはあのナビがあの大きい画面になってるから会えへんのですってなるほど、うん、でそれは前のやつはちっちゃい、まあ、既製品はちっちゃいやんか昔のやつな今のはだいぶ大きくなってるには見やすいようにビビってもう今生産してない、ね、してないね,ねだからそれはえー、っと自分で穴開けて中にはめ込み型になってすごい,、ねすごいうん、これはすごいうんねスクラップとこに行って、うん、部品は そっから買ってきてつなぎ合わせてるらしい。それこそモンスターエンジンの西森君んなんでね。はい、そのイニシャル d の車を買って、自分でレストアして子供さんいてはんのにね。えーえー、ロールバーつけて運転してるぐらい。うん、そ,そういう感じで、車がその方も好きだよね。かた<う>やそのパンダレビンって言ってね。めちゃくちゃ。うんうん こいやつでもう一つはやっぱりそのナビオ族代表 BB みたいなね。オ族言い方いいんだからなんかちょっとトゲやいや、やっぱ峠を攻める車が好きやったんです西森君は。だからその漫画の相当古い車ですパンダトレノっていうのは。そうなんやでそれをまあ買ってきてさで自分でいろいろもう彼はもうまだ親の代から鉄工所やってるから自分で鉄をね加工できるっていうのがね。 まあそれぐらいまあ峠を攻める車です有名ですわーで BB って言ったらそのね昔あったんですよこのナビ,ナビオっていう阪急ナビオっていうのあそこを<の>、まあ、ウーハーっていうねうーーす,すごいステレオというか。<laughs> うーはーはい 大きいステレオね。大きいステレオ。後ろに積んで。スピーカー。スピーカー。それをね、ボン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 鳴らすね。もう今はいないですけど。いないですね。ああ、でも聞いたことあるない。それがナビオ族って、そのナビオの周りにあって音楽を鳴らす。自分の歌じゃないですよ。浜崎あゆみさんとかね。周りのったかな。結構流しあったとまあまあ、梅田がうるさいから。聞かせてるんですか、ほかに。聞かせてるんだから宣伝してくれてんのよボン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 ンって言うそれを作ってはるよ、後ろにな。 それが BB 用に BB っていう車用のやつやからそれも自分で作ったらしいんすごい。それを BB 用で作ったからその BB っていうのにしかはまれへんね、うん BB いう車は今もう売ってへんからうん生産中心になりまほんでもうな うん、そ,それをまあ<代>で俺はに間違えて「2> 2あいだ 2>, 2代目や」ってや言うから「2> <laughs> 2<目>ちょっと待って」とか3代目と 3, 3代目やとそれはね落語家さんでも2代目3代目全然ちゃうわ、ね、これでもうなんかあれみたいなもうこ,れこれ一番は無理らしいよも,もう次はもうない BB はもうないしすごい愛着やねこだわりがこのねこだわりっていうのがねやっぱり大事やと僕私は思うんこれからはいやこれは大事ですねあのお店でもねいろいろコロナ禍の中で閉店していってるけどもこだわりのお店っていうのは残っていったりするんだよねそうやねこだわってるだからまあラーメン屋さんでもまあこれ偏見かどうか分かりません僕のですよ僕の勝手な感じで言いますとラーメン屋さん入ってね 味噌、醤油、豚骨とかこう何種類もあるラーメン屋ってあんまり信用できないっていう勝手なんで俺<ー><私>豚骨やったら豚骨。豚骨だけ一本で勝負味噌だけのね勝負してるからこれこだわりやなと思うからなんか、意外とそういうお店って長続きしてるような気がしますね。うん、だからまあ醤醤油をずーっとやってたけどまあ季節限定でしようとか、まあまあだ<ー>け,けどなんかこう なんかざっと雑多に置いてるような店っていうのは寿司っていう提灯の横に焼肉ってこう一緒にやってるような店っていうのはまな板大丈夫とかいろいろね <laughs> 焼肉も大丈夫焼肉や焼肉もステーキわかんなステーキ。<laughs> <laughs> ルトさんやな寿司ステーキまあ外国の方が喜ぶという中国まだ中国の方来てないけどこれからですよ台湾の方と中国の方が今2割なんよこの2割に今命かけてるでも鳴さんマスター中国の人がハイテクでニーハオって言ったらもうすでに海苔がね歯についてるんですよで横にはもうね戸牛ビーフのやつを持ってるんですよね寿司屋ですよねでもあそこまでこだわりなかったそれはそれでもまあまあいいインバウンドかっこいいですね そういううい意味で言うとこだわりのお店とかこだわりの人物とかこだわりのものっていうものがこれからもしかしたらどん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 伸びていくんかもしれないのこの一点集中に力を入れてるっていうその BB 先輩はこれから来るってことですよね <laughs> <え>こだわりっていうことですから <laughs> BB に対してはねでも BB はもう生産中止なんですよ。 でも税段中止でも中古も売ってないよ状態ですでもあれだあんま車の番組ね見てらっしゃらないからわからないと思いますけど、うん、そのそれこそその不良少女と呼ばれての伊藤和恵さんっていう方は、うん、もう、はい、昔のシーマー僕らが子供の時18ぐらいで出たシーマーをーヤフーニュースにねっずーっと乗ってはんのよ、えー、それが その日産からしたらもう,あり,うありがとうということでいろんなこう番組呼ばれたりとかだからそれはお相原間違えてんのはな、うん、お前 BB 言うてるやろ BB にこだわってじゃうウーハーにこだわってる <laughs> そうやないか,かウーハーに積むための BB やないかね <laughs>

お前も車車や打てるけど車やったら別にチャリンコでもええしチャリンコにうはって自分がうはなるけでもええしんどいしんどいだからそういうことですわなるほどわかりましたで俺あのね梅山ちゃん今日ょアシスタントでしょ海山ちゃんいつもあの何か何やかんや見たら四国の話四国徳島の話四国が良かった金がない話ですけどさ 徳島ってさもう今なじゃあ何かいるんちゃうんとか言うとったやんか、はい、よさこいとかよさこちゃんはあ然の、ね、阿波お踊,踊りもな、はい、まあ結局その踊ってる大奴の人らばっかりが楽しい感じてへんかいみたいな言わないそしとってやんかで、ねでねはいでもよう考えたらさ米津さんって徳島じゃんあそうですよ米津謙信、はい、この前大阪城昨日やんか昨日、はい、すごかったでしょ

あれ徳島の方なんです徳島でしかも「ニコニコチャンネル」かなんか動画んかであってんの普通メジャーデビューじゃないねんあの「うっせえわ」の人とかと一緒やドさん。アドさんも言うたらちょっとずつしたことこだわりからひばっと言ってでやっぱりもともとファンすごかったんやけども「ジェイソーマン」の歌歌いはったやんか主題歌あれで待ってアニメファンからわって来てすごい今人気やんんで徳島がそこ撮れへんねん 一番ので天才さしか許されないサクセスのそれこそ23年前の「紅白歌合戦で」で、うん、多分米津さんが初めて出るっていう時に、うん、徳島の大塚国際美術館で。 歌ったんですよ中継でほんで大塚美術館がそれでもともとすごいけどバズってそれでツアーに参った聖地じゃないですか米津さんが歌った歌って聖地で、はい、今例えばね嵐なんかすごい人気でしょジャニーズのだからそのあの徳島の鳴門の知り合いが売ってたけど、はい、嵐っていうお店があんります。はい、そこがよく来んねんって嵐がそのロケで。 なるほど、同じ名前やったんと思うで、そこにまあまあ誰か知らんで嵐の二宮君がそんな誰か知らないけども、うん、まあ、座って食べてばロケするやからまあまあそほんならそこに来んねんって、はい、で来て頼んで頼むだけ頼んで料理食べんと写真撮って帰るらしいもう、えー、別できてる言てるだからうそういう結局ねそれは大きいじゃないですかまあまあそれだけやったらめ、ね、あのー、まあ観光として今日あの、まあ、それは回転するかもしれんけどもあ米津さんってお前徳島ならばお前それ 言えないかい、ぶっちゃけた話さ、その博物館とまで言えへんけど、それをね。こうこういう展示するものとかあっても。そうなんですよね。いいようなね、それなんで徳島県動かんのよ。あの人徳島の人ちゃうで。い市長とか、その、けん、知事とか、知らんのか。い市長は知ってます。市長は一緒にテレビ出てました。いや、ほんなら言うで、ない人ね、おい。ない人ね、あるでと。 あるやないかいとそうなんですよねなんか一番分かりやすいよねその、はい、だってご当地その人がなそ<う>生まれたって愛着もあるやろしあのー、ラルカンシェルのね、はい、ハイドさんなんかは、はい、カダでしょあの方。 和歌山の花壇の確かに観光大使かなんかもやっぱりそういう引き受けられるのよ。で、TM レボリューションの西川さんかでもめちゃめちゃ市外に貢献して、市が知事とか市長行くんちゃうかとか、そういうこともあるやん、なんか、なぐらいの人気あるしね。 あるんですけど、うん、なんでかわからないんですけど芸能人とか有名人じゃなくて、うん、なんかどっかの企業の人とか、まあ、それは分かんねんでんそれは分かんねんけどももうそんなん別にな観光大使なんでな。 一人って決めんでええねんもじゃ200人おっても亀めねんねんから。10, ね、10人おろうが、20人おろうがな。かもえ,えねんそ,そんなもんさあ。うん、だよ、わからん。上山ちゃんに力入れてる場合あれへんねん、そんなもん。<laughs> <私>力も、そう、最近はもう、ね。<laughs> あんまりかしてない。もう、もうちょっとほら、抱きに来いよって思うんだよ。そうです、ね。ちょっとそれは俺思うてさ。あ、そうです。あんこの方は、その、徳島や 難しいっていうかまだその津さん自身が若いやんか若いなだからもう,う、ね、もうちょっと40とか50とかになってくれやそういう郷土愛みたいなのあるかもしれんけど。うん そそれこそね花輪君が歌ってた佐賀なんもさ、はい、松行靖子さんも佐賀やけどそんなみんな知らんやんか,、ね、だか言いたい言いたくないは別にしてそこを売りにしたいかどうかっていうのは<や>そのご本人のそうなんですよまあそれはあるわなだって俺も岸,岸和田出身でやっぱ岸和田って言ったら清原さんやっ,、ね、<ー>やったけど清原さんが現役の時に観光大使にはなってなかったもんね。うん、徳島出身の方ってあんまり 自分が高知っていったらやっぱりいっぱい出てきますし広末さんとか広末さんか島崎和歌子さんもいらっしゃるなとか結構いらっしゃるんですけどっていううイメージよねねそなんです逆に茨城とかさ群馬とかやったらそのご当地の渡辺徹さんもそうやったけどそういうふうに「そうなんです」って言うけど確かに「徳島です」っていう人はあんまりいなくて有名人が極端に少ないよね和歌山徳島って。 バンドエイジさんとかあとチャットモンチ和歌山坂本冬美さんがいらっしゃいますここはもう非常に有名じゃないですかいいですねいいですよ坂本冬美さんも当地の東大阪も多いしな東大阪むちゃくちゃ多いよなむちゃくちゃ多いから別にわざわざ東大阪って言わへんなんか東大阪のさラグビー場の近くに野球場あるんですねああるる。でそこでまあうちの坊主が試合行くときに 東大阪の有名人がいっぱい出たポスターみたいな貼ってんのねへぇーそうそれがなんか東あこの人も東大阪なんやこの人も東大阪なんやで和牛とかも和牛のあのえ川西は僕の隣町ないのへあこんな人もこんな人もってで黒田さんなんで乗ってないんやろ知らん結構な結構な人数乗ってはんねんなんか行かなあかんのそれ行かなあかん俺はさこんな世界 いてるしお前が東大阪やっていうのを知ってるからこの人が東大阪ってことも知ってたけどめちゃくちゃおるでめちゃくちゃいりだってゆうちゃみもそうやしゆうちゃみは多分乗ってたへえつんくさんもつんくさんも乗ってためっちゃ乗っててあこんな人まで乗ってはんのになんで黒田さんしかも花園ラグビー場のとこ地元やんかでそん時にだからほんまに野球場のアナウンス奪ったろかな思たもんね 東大阪有名人ってむちゃくちゃおるやん多いよねあの石井君もそうやしね今石井さんも映ってたんちゃうか思いつく限りの人が乗ってたよそうか木康江さんでしょ安江姉さん乗ってたへえめちゃめちゃ多いもっと数えたらすごいで平井堅さんとかも平井堅さんも乗ってたわ平井堅さんでもそんな俺でもそんな多分公表公表してへんのちゃうか何か見えぐらいやと思ってました出身んで

東野さんとかもいてるし有名人がい,いないわけじゃないんだけど、はい、まあそ,そこを決められる人がやっぱりちょっといろいろあるんじゃないですか<ー>多分ね。なんかよう分からへんけども<ー>なんかでもまあそこはだでもね東大阪の人間って多分ね東大阪愛ってそこまであんのかいとちょっと前も言ったかもしれんけど河内市と布施市と、はい、で、えー、平岡市いうのが合併したんよね。うん 合併すると今要合併合併言まていろんな問題あるけど合併しちゃうと一気に薄まる一気に薄まるこれはだからそこまでじゃあ東あのあのせいやもそうやからなああせいや近代やしねそ近代なね近代数えたら多分えげつなんやろ東大阪出身なんてめちゃくちゃいますむちゃくちゃおるやろ土地がでかいからな堺の大阪市堺市 東大阪市だから。あ、結構大きいんですね、じゃあ。大きい。東大阪ってあんまり行くことないんですよね。あ、そう。はい。それは黒田さん。行かないですよ。え、なんで。行く同性にも入ってないですね。行か。何か東大阪に。石切さんぐらいかな。お参りに行く。そうですね。まあ、せやな。ふせ。ふせ。 伏せのスナック街に行かんわけではない。けども。俺らは、だから逆に岸和田全く行ったことなかった。 だって何波で泊まるからこっちは何波で泊まるやんだからこの全然文化ちゃうあるとしたらまあそれこそだんじり祭りを見に行くとかあそれないんちゃう多分まあそれは東大阪の祭りある東大阪の地元の祭りあるから多分東大阪の祭りで多分そこでもう住んでもてるっていう感じじゃないかなわざわざだんじり自体に魅力があるんだだんじりがすごいっていうことも多分今は知らないらはですと どこにあんのかも知らんかったぐらい東あの岸和田市っていうのはあまあでもどっちもちょっと遠いイメージが真逆やから若山より,より岸和田の人間なんかもう最終のゴールが南波やもん、うん、ああまあそうですよね南場超えて梅田行く時もう上がりきってるもん <laughs> もうごっつに並<い>んでるよ人 <laughs> 怖いから怖いからもうあ逆に俺南波も行けんの不正で終わったもん。 不正も言ったことないかもしれないだって映画館六軒ぐらいあったからね当時不正にですか不正へーそんなに岸和田なかったんで映画館エロ映画館はありましただいぶあれやないエロ映画館は僕ら岸和田坊主やったんですよ中学生はその坊主をなんとかごまかして親父のなんかコートとか借りてもうちょっとハットかぶってみて通ろうとしたらバッて捕まって中学生よねっていうそれ いいおあの岸和田市民でもそうやなくていいお前がそうやったやろういやいやだってもうエロ映画しかないんやもんそんなエロ映画見んへんって俺俺らも中学校の時があ,あったけどさエロ映画みんなで見に行こうかって行くたこと一回もないぞエロ映画行けへんかって何が誘いあるんですか俺でもだって俺らの前は多分あってもっと古い 感じの時は多分映画館あった、えー、それが多分エロ映画館に変わったかもしれんわ、えー、あーとち,ちゃい映画館、えー、うそ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 うもうやっていかないからそ,うそ,うそう多分そういう風になったん三本だけとかあったもんねあったへ、えー、本立ては当たり前ですよあ一回でですかそうよガンダムってなんかのび太とのび太のあれじゃなかったですかのび太あのドラえもんのび太ののび太の恐竜と なんか行きやすい。多分、布施やからですわ。うん、あ、布施やったから布施やから抱き合わせで一本ですけど、今、僕らやったら、難波に行ったら、難、えー、波一本。一本立てです。あ、ある<ー>としたら、小竹さんのトラさんと釣りバカ西とか。それは全くい。えー、<laughs> ビーパップハイスクールと生徒諸君とか。 えー、ええそれ一回のお金で2本建て本立てめっちゃいいですねいいけどしんどいでそんなもんお前 <laughs> 言うたら4時間ぐらい見なあかもなそう,かそうやで、ね、まあまあきょんきょんが主役やったから「ビーパーパ」見に行っても見れたけどな、ねはい、それはやっぱり釣りバカにし見に行ってんのになかなかこう寅さんまでベベベベ <laughs> それはもう時間を踏んだら分けて見に行くと ピンンポイトで釣り場が見に行ってましたねサラリーマン戦科って三宅裕二さんのやつがやってた時があったんですよ日本だってそれもしんどかったああそう俺も映画館でも最近まだ映画館行ってるいや来週行こうと思っててコナンを見にああコナンなうちの息子も嫁はんも行く言てたわあ本当ですか俺はちょっとコナンは趣味じゃないからね唯一見る映画なんです私 ああんまり見えないの映画館があんまり得意じゃなくてなんで前もなんかギシャンと言って偉いことなったよってあーそうですね映画かれたやったっけ前に撮りますいやいや品がないわ映画館ってそのトイレ行きたくなったらどうしようって思っちゃうんですよねあほんま今早いのあの RRR やったっけあー3時間ぐらいある三時間ちょっとあるあれもう見たいんですよでもいや無理やなと思っていやあれほんまに惜しい こうして無理ですも、ね、無理やでしても無理です、ね、ほんまに一番橋に入り口のもうすぐ出れる席もうアイアンが絶対無理やろインド映画無理無理無理だってもう映画行くって決まった瞬間のその朝ぐらいからかなもうちょっと水分のほうはもうだいぶ抑めに大い災抑めで行くもんねそれちょっと尿道とか,とか調べてもうたわ新仮面ライダー見に行ってもそんな長くないのよ もう一時間、だってそれはねえあん,かかそんなんークだけどまあ後半戦もそれとの戦いやったわ<ー>ライダーはショッカーと戦ってたけど俺はもう尿と戦って <laughs> もうもう気入るへんねやろおしっこ二回いってる <laughs> それでまた来たいのだからもうチケット交換の時にまず一回行ってさあ本番始まりますよっていう時に もう一って言って一回行ってでも後半のラスト20分ぐらいもその尿を射とるとかなって <laughs> 一番いいところで番辛いのがさ最後にさ、まあ、終わるやんか、はい、でエンドロールが流れて音楽流れててわー流れてるけど全部流れきって最後におまけみたいにさちょっとそんなのあったりすんのよ「新仮面ライダー」いや新仮面ライダーはなかったけど映画によくジ,ジ,ジャッキーチェーンとかもあんねん。 でもう最後に実はこういうシーンがあったりとか、はい、次へつ,つ,つ,がつながるやつがあったりするんだ、はい、これをあるかかどうかの賭けが大変に <laughs> もうもうもうあかんぞとそうですよね、うん、もうそれ1時間あれ30分ぐらいちゃうのあもうちょっと2時間ぐらいありましたも、ね、新仮面ライダーはー 2>, しっかり2時間ぐらいやったらもうおしっこなんとかやけどそんなにだからこう情報ミスでさあの 仕掛け人藤枝梅安の時間を見たら1時間半ぐらいでサクッて終わるような上映時間やったからこれはいけるわ全然朝からもう水分もとってしっかり別で。1回しかトイレ行けへんけど1時間半やったらいけんねん全然1時間半じゃなかった二2時間近くあってケツもうそれとの戦いやめちゃくちゃええとこやん見に行くかねえわ渋い映画ばっかり見上がって。 で、ええけど、好き好きやから。仕掛けり藤枝バイヤーすごいね。客層<や>。<装>俺が一番若かった。ええー。<laughs> どうか面白そう面白そうやろそうやけど、池上翔太郎先生の100周年記念作品の。映画館で行こうかっていうことではならんけどね。時代劇専門チャンネル25周年特別記念映画やねん。へぇー。それが1時間半で終わるわけないよろ、ん部作大体わかるやんか。二部作大体わかるやんか。ちょんべんばっかり。やがて、ほんま。ぜひとも。そんな。誰と行くのほんで。 一人で行きます一人で一人やんか一人,人で行きますよ一 <laughs> 人一人こんなんだけはもう絶対見てるん、ね、で、はいはい、まあ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 ポップコーンも買わず買わず <laughs> 飲み物も買わずポップコーンってなんで食べるのよポップコーンのは全然うまい思ったことないわいや映画館のポップコーン美味しいですけどそう,そ,うそういうことなんでしょ不可価値みたいないやじゃあ音がならんからでしょ あまあそれもあります。キャベリーも濃いし。でもそれこそ喉乾くやんか。そうなんです。だかポップコーンの食べやん。俺絶対食べへん。俺も食べへんんで。食べたら水飲みたいなね。私も無理です。だから食べるとしたらもう掘り込んで水を少しだけ締る程度でこう。もう食べるなとやった。さていっぱでございます。まああのウーハー先輩のお話が出ましたけども、まあその相方がいらっしゃいましたね。はい。でまあ氷道さん。まあ氷道さんどうぞ。 言うてもウーハー先輩と兵藤さん。まあお前がセリとってや、もう俺いや俺は無理や。お前、得てして出てけ。ウーハー先輩の前で何かわかるか俺しんどそうな芝居とかしてます。もうそういうことやな。体だるいわ、みたいな。ただ、兵頭先輩に言わんといてください。俺にも言わんといてください。俺は自分で振っとけちゃうから。俺は体がしんどい。しんどないやもん。 喋ってるみたちゃペラ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 折れへんかったらただその兵道さんがね兵道さんのイメージってどうですか兵道さんなんか明るくて明るくはない明るくないですかどっちかというと明るくはない本当ですかおしゃべり達者でそうですねおしゃべりも軽快なおしゃべりで楽しそうな感じそれとえげつないハゲっていうイメージあ今でもなんかすごいほんでちょっとパっと噂で聞いててねはい えげつないハゲがぶちょっとだけ解消されてるみたいな話したからもう今一番にバーアで走っていってヒョウドがヒョウドさん,さんええ,え生えてきたんですかとソヤンバルジャまあふ普段はもうこんな喋り方でソヤンバルジャンちょっと見てって言ってこのハンチングもバって取ったらめっちゃ生えてるあれやや、ま、山宏さんやろ山宏さん、えー、山宏さんびっくりじゃあのもうとんでもないハゲ方やったんですよ。 兵頭さんのハゲ方っていうのは、はい、軽妙な喋りでもう漫才もうずっと引っ張っていって途中からハンチング棒を取ってもうこのすごいハゲを見て笑ってもらうっていう、はい、ルッキズムに対する <laughs> <laughs> こうだーみたいな感じのハゲなんやけど、はい、もうそれが今もうハゲっていう感じでもないよね。俺俺俺見見ててんねない俺は矢野さととちょっと 矢野さん言うと思う <laughs> 野で、てもヤさんしかないのか。<laughs> うーはあ先輩で。で <laughs> <laughs>、ね、そんなに、はい、いでもい今さらやんか。まあまあ、正直で協働さんももう50過ぎでさ、乗ってるもらん関係ないし。まあまあ。でもそれでもやっぱりなあるんちゃう。 いや、ないやろいいや、や、それはなろと思ってもう今更よろしいやんがもうハンチング帽取ったらそういうちょっとハゲてるとこでお客さんもギャップで笑い取れるしそれはそれで一つの武器になってるしで兵頭さんはハンチング帽をかぶってたら顔さすねんそうですねふだん帽子取ってはんねんって顔させへん全然顔させへん分かれへんもんなもうそれでメゲン取ったらもう全然分かれへんからね もうこんなんちゃうよ今写真出てますけどめちゃくちゃ生えてほんでなんでその生やすきっかけだったんですかって言ったらお嬢さんが学校を卒業するんですってねでこの中で今までやった親御さんさんができへんかったけど今回はまさかさんができるねお父さんもちろん行く気やんか兵庫さんねこんな娘さんからあの髪の毛生やしてきてって言われたそんな難くなるかお前髭伸ばしてきてじゃないやんだから 様式やからハンチング帽かぶっていくわけにもあ<ー>まあそうです、ね、脱帽せなあかんねんなもいかんやや,やっぱりそのちゃんとした、ね、小学生卒業多分小学生ちゃうかなでもそれはちょっとかわいせやな,なそでその娘さんのなんか気持ちっていうのはなんとなくこう,うあってしみて、うん、そっから一念発起して、はい、早やそうと思っていろんなことを探っていってね山広さんが早かったらしいよ山広さんばでりたどり着くまで <laughs> <laughs> 一番い、ね、い エのあるよまあ実際そんだけね効果ありましたからねえすごいですね見てわかるあきハゲで言うたら全然気にしてなかったかほらめちゃ入ってるでしょえーうん、全然違う、ね、髪の毛って感じちゃうもう,もうそうそうそうほらえぇ、ー、すごいこれもだから娘さんの髪の毛生やしてきてきてっていう一言が、うん 受けて、でこういう風になるって、やっぱ、娘の言葉って重いね。そうですね、うん。というわけで、テーマが、その人がきっかけで。っていうことです。その一言が。その一言。はい、来週のテーマは、その一言がきっかけで、です。採用された方には、特製ボールペンを。採用不採用に関わらず、いただいたすべてのメッセージから。抽選で三人の方には、現金三千円を。一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも、現金三千円をプレゼントします。来週金曜の午前中までに届くよ。 をお送りください。宛先です。ファックスは。零六。六八零九。九零九零。零六の。六八零九。九零九零。メールはすべて小文字で。おばあちゃんアットマーク。M. B. S. 一一七九ドットコム。O. B. A. C. H. A. N. アットマーク。M. B. S.。 はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオ「それゆけメッセンジャー」今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています機能性屈たのエコノレッグがお送りする今週のそれメけ目線さあいきましょうはいまずは梅山セレクトあなたの好きなパンは 全国の男女に菓子パンと惣菜パンのどちらが好きかを聞いたところ惣菜パンが51%、菓子パンが49%という僅差の結果になりました男女別で見てみると女性は菓子パンを好きな人がやや多め一方の男性は惣菜パンの方が人気でした一番好きな惣菜パンを聞いたところ1位はカレーパン好きな菓子パンを聞くと1位はメロンパンでしたあのソレイケメッセンジャーというこのラジオで、はい 合わないあのまあこれ発散にも問題あるかな思うけどこれは僕僕も実はこれのテーマを選んだんです、うん、あなたの好きなパンって言われて <laughs> これは挑戦状やお,お前に対してメッセンジャーに対しての挑戦状やと受け取って一、ねね、週間ね一、うん、週間あるわけじゃないですか一、はい、週間考える時間があって、はい まあ、いろんなジュース事件、ね、風俗文化経済って<済>、ね、もうバーってあったんですよ。はい、でもうふわンと匂ったから僕は自分でもう調べてきたんですけど僕は、うん、あの三菱 UFJ 銀行がものすごい ATM 上がるにしてますよ、ねうんはい、でこれの話をもうちょっといかと,えっと持ってて裏に持ってこと思で見た時に「好きなパン」。 だから僕はもうあえてね梅間さんは純粋にこのお話をしようっていうことで選んだと思うんですけど僕はもう蓮見からの挑戦状好きなのよっしゃとよっしゃ俺は卵サンドめちゃくちゃ喋ることあるよめちゃくちゃ喋るかります今テレビでねどっちもどっちみたいなのやってもね盛り上がらないじゃないですか。 あなたはパン派あなたはご飯派なんてだからだからアイドルじゃないんやからなだからすごい俺は挑戦状やとって取ってあえて選んでみましたけどこれはあれかおや本ちゃんが喋りたかったいやこれ言っていいのかわからないんですけど私ももう一個実は思ってるネタがあったんですけどどっちにしようかなって思っててで蓮見さんに。

<laughs> お俺らがそれ聞いてとりあえず、えー、<laughs> ちなみに何パンが好きなのとりあえず今梅山さんねよよいわゆる経済状況もありますから、はいはい、お腹がいっぱいになるパンやね何のパンやね <laughs> 何のパンが好きだよ 腹持ちのいいベーグルです。ベーグル、ベーグル。ゆゆ湯の中でこう。あと一回湯通ししてるベーグルの。じやろうあのパン。俺は卵サンド。ランキングに入ってないのよ。サンドイッチじゃないのよ。卵サンド。しかも卵サンドにも厚焼きじゃないですよ。ゆで卵をつぶしてマヨネーズあれを三切れ食べてごらんなさい。クロモン一番売ってるでしょ。あのサンドイッチ。たまにあるな。あれ三切れ食べてごらんなさいよ。どうなんね。 腹いっぱい全然おもんないやんおもんないやんこれこんなんあかんでねえこれはすみお前腹いっぱいやねねえじゃあなたの好きなパンはってパンはパンでも食べられないパンはと一緒ちゃうかこれねえこれなあ黒田さん時、ちっちゃい時、明太フランスとかなかったなかったこんなんないよえパン食べますか食べへんからそんなメッタに食べる嫌い嫌い何枚作る黒田は パン見たらもう空も怒るいや無理やり引っ張ろうとしてるやん <laughs> 無理やりあの,だこのいやだ俺挑戦状勝ってる立場やからんとしてるはずやでもういろんなまあ俺らも5353、はい、53でしょ、はいね、梅山ちゃんも言うても,もう3時の大人やんか、はい、でこれがこうなんていうのあ食いつく嘘みたいなこの前ねあのそれこそ上泉さんのラジオ聞いてて<う>石井さんでしたっけ石田さんか。 さんたまにあるんですよ、僕、淡路島から朝、この前に帰るときたまに聞き出しもうてんねんけども、アメリカでえげつない麻薬でたんしてる。今、麻薬で、1年間に7万人その麻薬で死んねんねんで、一年間で。しかも、それが、よく言われてる、コカインとかの10分の1ぐらいの作れて、それがもう日本にやってくるんちゃうかゾンビみたいになっちゃうねんて、もう顔も全部ゾンビなって、それが。 あの中国から原材料を仕入れてメキシコで作ってそれがどん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 流通されて7万人死んでんねんって七、えー、万人やで年間でやでにその点パン食べたら幸せになるもんおいあなたの好きなパンはて, <laughs> ってあれいや俺ら別に政治経営ののは,はしゃべると思えへんで <laughs> ただ <laughs> あのその社会風刺というよりかあ7万人も死んでんのってちょっと興味あるやんかそれかさっき言うたみたいに三菱 UFJ の銀行がねこう AT あの知ってますこれ手振込手数料 今まで3万円未満590円窓口あれ、うん、3万以上700円これでも高いよ7 0円一律990円やでめちゃくちゃ高いこれ,これは三菱さんが行って、うん、で他の銀行さんも右へ流れをする可能性が高いっていうことど、ね、う,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 ういうことここが一番目にあるからあと、うん、からまた ATM で他行他他業に、えー、現金で振り込む場合もう、はい 円円パン何個にかき上げるなお前いいな別にこの庶民的な話があるやん例えばまあタに卵がむちゃくちゃ上がってるからこんなんやとかねプリンも一緒にこんだけ値段上がりましたよとかいいねんこのあなたの好きなパンっていける思たいろはさんこれや一番最後に「パンは好きですか?」うるさいわ好きであろうが嫌いであろうがどっちでもええわ53のおっさんが。 ファン好きですか。なあこれ。あんま言いたないけど。まんまと。なんか恥ずかしいね。パン好き。例えばえ、夏焼久保さんも言うてましたか。サウナ好きですか。言うてた古いよ。フン好きですか。俺と相原がななんかこう雑誌の取材されたとついでなで俺と相原まああのもう三十年以上やってありますけどみたいな相原さんなんか今更ら聞きたいことありますかとかどう思いますかとか言った時に俺がなうん。 あやらパン好きって聞いたらどう思うよまあそれはもうそういう挑戦状やと思ってこっちはまあ乗るよそりゃあんやってそういう面白仕掛けかと思って行くけどねでも俺はでもほんまの話とパンが好きだよあ私もです太らへんかったら俺もいつでも食べてたいいやパン屋むちゃくちゃ多いもん増えましたね大体美いしいでしょ美味しいでま俺が 太れへんかったらもしくは黒田が嫌な顔せへんやって、ね、俺嫌な顔なんかせへんて横でパンを食べてた近藤 <laughs> さんむっちゃ食べてるわもうめっちゃ食べてる本番あとで3時間しゃべった後でパンを食べて、はい、そっから晩ご飯食べてるうそうほんまにパンよー食べてやるわだから遠くから見たらね、はい、あ,んあのアンパンマンのとりあえずアンパンマンのカバオくんに見えてくる <laughs> パンばっかり食べられるそう も<年>ついたこれその <laughs> なまなっちゃんもいさんの焼いてくれたパンを食べてるような気がするんです、はい、でも最近さっき黒田さんがラーメンっておっしゃってましたけどパン屋さんもなんか、うん、例えばこの塩パンにめっちゃこだわってるとか、ね、こだわりメロンパンだけとか、うん、結構あるんですよねでもねなんかたまにねちょっとその番組の影響されてね、はい、昼は パンでか思うとあほんならそのちょっと有名なパン屋さんとか行ったりしてでちょっとこうトレー乗って選びますやんかね二2つでも3つでもやりますやん高いね高いす小麦粉はな高いやろめちゃくちゃ高いあなたそれも本当になかなかの定食食べれるぐらいの金額しますね高いですだってパンなんて小麦粉なんかバターでしょ卵でしょ全部高い全部上がってるもん これもう手のひらサイズにかソーセージ1本乗ってるやつでもよ400何ぼとかそれは総然とだって喫茶店もこれから街の純喫茶も全部値上げしますよモーニングなんか茹でられると絶対に上がるわ卵やしね上がる上がるあんなあかんほんほんであのパン3つぐらい経っても800円900円してさおないやっぱ慣れへんのちっちゃいから横でやっぱカップラーメンとか食べるやんかそれ見たらんかアホみたいやろ分かりますでもめっちゃ。 僕もともとそんなパン女の人パンは嫌われあんパンに思い出がないなされたんですかパンにあんまりこう水分取られるでしょあんまり好きじゃないんですいや喉乾くやろまあしっとりしてるで最近多いですよバターもしっかりもう茶会湯とかでえね俺は茶会湯うわ茶会湯白いと多いねあ俺俺らは茶会湯近いね和歌山に近いからね 俺も奈良って言ったでしかわいちやからじゃがゆ食べたことない人めっちゃ多いにん。かいやふだどこに出てくるのかが分かんかねそれこそパンでさ今ほうじ茶の味のやつとかシフォンケーキほうじ茶とかドーナツでも今ありませんほうじ茶ほんで俺が茶茶入れまんでてそのほうじ茶が出てくるたびにほうじ茶といえば茶がゆやけどなみたいな話をしたらこの前 東尾さんにめっちゃ怒られてよ。お前、いっつも茶が言わない。なまひさんは。南の出身やから。好きやね。めっちゃ好きやね。わか,かるわかる。あの、まあ、言うたら。 田舎のお役所さんが朝に炊いてひ、はい、あの冷えたやつでも食べれるお昼に時間ないじゃないですかお役所さんすごいお忙しいからそれをバーッと冷えたまま冷やご飯の上にかけても食べれるし、うん、という<っ>そういうもと食べ物やったらしい、えー、お,お茶で炊いたおかゆさんねそれがほうじ茶やのよ、はい、それ茶袋いうのを作ってねさらしでそれに茶あのほうじ茶を入れて米からやで米からトゥ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  これがねもうおつきなんとか知らんやろええとこの子やから奈良行ったらね奈良和歌山河内の国、茶がゆが出てきた俺は結構そうあれはもうほんとにただね体にむちゃくちゃええかいったらまあ、今の時代な米やからな糖分は高いかもしれんけどもいいんですよこれはっていう話まあパンを食べるやったら俺は茶がゆを食べるでこんなオチじゃ無理やな パンじゃねえ茶杯だもん。パンじゃねえ茶杯。<laughs> もういいですか。はいはい。わかりました。以上では今週のそれいけ目線でした。パチンコ＆スロットスーパーコスモグループの提供でお送りします。すいません、ア原ですが、どうか背中をさせていただけますか。神様、ありがとう。 このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーですそういや前々回相原さんお返事来てなかったそうね,ですねあれはまだ来てないですかあれは来てないですねえー、前回の悩み <laughs> 前回の悩み愛知県石ころさん60歳、はい、元職場の50歳の同僚の女性たまに食事に行くような軽い付き合いだった。 が、最近用がなくてもラインが届くようになり、飲みに行った際、かっこいいよと言われましたと。好意、うん、を持っているのかと思い、えー、思い切って二人でランチに誘ったら断られ、あまりラインも来なくなったと。これは私の勘違いだったのでしょうか。女心がよくわかります。うん、まあ、男性の方なんでね、これ。まあ、十二おったら、十二を好きにさせるという工事、全員好きにさ、あの、全員に好かれたいという女性は。はい、いるでしょう。います。あのー、梅<に>山ちゃんと、そういうタイプですか。 いや私はもう好き嫌い結構はっきりしてる嫌嫌い <laughs> 嫌いな人には嫌いあれですけど寄らないでまあいいなと思った人にはだからしょ職場でもこういう人がおったらそのなんかカップルができそうなったらちょこっとこうそっちの方にこう、ね、こう手出してみたりとか、はい、そ,うそういう女性ってなんかいるって聞くい、ね、あのモテたい願望が強い全員が私の方を向いてほしいけな。うんな あのモテる女性ってなんかその僕らもその言ったらね今そのそういう目で見れない状況じゃないですか。どう見るで。いやいやそうじゃない。倫理的な問題出てくるそれは勝て超えてくれてけど、あるやんか。いやいや。それみんな超えたいと思ってるけどさ、そういう冷静に見たときにあこの人モテるやろなとかなんか冷静に分かってくる。女の方ね。女の人で。それはわかるわ。あのね下ネタの時に笑ってくれる子やも。ああ。これはねあの下ネタの時に明らかに嫌な顔すること、そうじゃない子が。 でもあなたこの10人おったら10人好きにさせる人はその下ネタで結構笑ってくれるんだからモテるんちゃうかと思っんクッションが柔らかいのよそうですねあそういうことだねなんかこう当たりがいいというかねんかあれこんな美人な人やのに結構笑うてね多分それも分かってやってると思いますよ そう思われるんやろうなって。この前毎日放送の新人アナウンサーですかね。うん、の方と僕仕事したんです。うん、誰?。山崎。山崎さんね。はい、はい。僕初めてお会いして。うんうん 間違えてもなんですよ、僕清水さんのことばっかりとか清水さんやけどその時も笑ってくれはったしそのあとみんなであの、お食事会みたいなのあってんけどそのね、なんか下ネでもねなんか結構笑ってくれてはるからあ、若いのになんかこうなんかすごいいい人すごいいい子というかだいぶ年も下やからそうそうなんかいい人やなと思ってあ俺でも全然分かれへんそのし僕もしたことなかったからそこってすごい大きいことやの 特にやっぱり、その若い人って、おじさんって言われる方々とお仕事する機会が。最近多く,っく、ね、多くなってるんで、うん、まあ、なんとなく暗黙の了解で、おじさんたちが下ネタ言っても、笑ってっていうのは。ありますね。え、ほんなら、ほんま引いてんのかな。<laughs> 聞いてる人もと思う。なん中では、どう思ってるか、わからんけど、ね。<laughs> はい、まあ、当たりさえよかったら、別に。で,ね、でも、もう向川さんにこれ言わんと、なんやら、また、また向川さんに言うたら、すんの、どのこのって、こう、人が、あの、褒めるとな。<laughs> すぐけなすっていう癖なってるからあの人はこんなんですねもう言われたないね俺そんなゆめのままゆうさんでも頭の形おかしいのかおかしいですよどっちでもええねん別に俺はとか見てないし見てへんしなそですね来ましたはいお返事いただいております愛知県の石ころさんです女心について相談させていただいた石ころです石ころさん悩みにお答えいただきありがとうございました彼女が10人中10人に好かれたがるタイプだという相原さんの心をついたアドバイスが心に刺さりましたやっぱりそうやったよな え、そして、向川さんの突き放すようなアドバイスに少し泣きました。<laughs> これからは楽しい友達として他の人が好きだったんじゃないの。<laughs> 付き合っていこうと思っています。ありがとうございました。これは気をつけてくださいね。あの、優しいからって好意を持ってるというわけでは、女性はないってことですよね。そうですねこれは気をつけんとあかんわな。うん,うん。気をつけた方がいいですね。難しい。はい。ボールペン。はい。<laughs> プレゼントします。 <laughs> でででは今週ののお悩みですす兵庫県のラジオネーームハニーレモンさんです夫とと娘のことでご相談があります<う>夫はもともとデリカシーがなく思ったことをポンポンと口にするタイプです <laughs> 先日中学1年生の娘から夫父親へのクレームが入りました私が不在の時の話です娘は早風呂なのですが夫がちゃんと頭は洗ったのかちゃんと足は洗ったのか<に>ちゃんとはい ちゃんとと下のの方も洗ったのか娘は父親から下の方も洗ったかと聞かれて相当気持ち悪かったそうです。あと <laughs> で私にこっそり報告してくれてもうお父さんのことは嫌いと言っております。あ嫌われ娘からこのことは絶対にお父さんには言わないでよと口止めされています。私が夫にこっそり注意しようものなら夫は大概大概。大概 作りやがってと娘に文句言うのは目に見えています偉いから、ま、今何強いねんな今なんかみんな弱いで、はい、私は100%娘の味方ですがどうしたらいいでしょうかどうかお知恵をお貸しください娘さんがおいくつかどうかが大事ですよね、えっと、中学1年生言うたらあかんえ <laughs> 全然空気読まれないねでも空気読めない人やって分かってて結婚したの奥さんにも問題ありやで それから奥さんからしたらお付き合いしてる時から多分デリカシーないところもそれさえも含めて好きやったやん。んんそね、でそこにできたお子さんっていうのは普通の感覚やからデリカシーないことを「よし」とはあんまりせえへんけど、はい、これももう日にち薬とは言いませんけどだんだん。 娘さんも慣れれてくるんんじじゃゃないの嫌わうあやらもう子供男の子やから分かれへんかこれ例えば梅山ちゃんなんかお父さんにそれ例えばやで中学今から思い返して中1とか中2とかね聞きたかんな時に言われたらいかがでしょういやめっちゃ嫌ですねいややっぱりもう多分喋りたくないと思うと思いますでもさもうそれ言うたとてこういう方そうですよね治りますか いや治らないいいと思いますいつまでもちっちゃい思うてんねからそれは言うとじゃ方ええで奥さんがい,やそのいつまでも小学校1年 2>, 1> 2年生やったらねそのこれもわかるけどもな、はい、これもそろそろもうそれ奥さんが言わなあかんのじゃないのって思えへん思いますただそのね中1だろうが小学生だろうか下もちゃんとあるとけよって言える頃は胆 <laughs> 力 <laughs> <laughs> その。 の太さいやものすごい今の時代にまだこういうね奥さんが旦那に気遣ってるってあるもう普通こんなんも中1で女の子が中1になったらね単、はい、然立場逆転してるとこ多いよ。いやよくそそれこそあの どうしたら娘に嫌われんのかなってそうやだし、もう奥さんがもう何言うてんのってガーンってこれもう発散なんかそればっかりやもんな、<laughs> なあ、そればっかりや、素も暗い顔して、<laughs> 俺は無罪だって言ってるよ、<laughs> <laughs> 悪くないのに俺は無罪だのに <laughs> いやそれ珍しいわ今どきの方でこれはね、でも,もう奥さんはうち正直な話言ったらなんかじゃないですか、これね本当心理つくとね。 お,おかんがデリカシーなく息子のことをいじる時もあるんです。はい。そういうデリカシーないおかんもおるんです。うん、世の中には。でも息子っていうのは潜在的におかんのことは嫌いにならないんです。なあ、はい。これは不思議なもん。<ー>でも娘は親父のことは嫌いになるんです。そうですね。ね。はい、それが二十歳超えて子供できて、そうなった時は、はい、年老いたお父さんを見たら、まあ、会いたまったらなと思うかもしれんけど。その真っ只中。はい。めっちゃ嫌いと思いますわ。わうん。 いや私父親めちゃくちゃ好きなんですよいまだにはいずっとあんまり父親に対して嫌いになった覚えがないないんですそれって多分こういうこと本当に言わなかったですしうちは母親がすごい厳しかったので父がそれはそれでまた揉めねんで夫婦あんたばっかりええかんこしやがってなあんたばっかりこの何ええかんこしやがって私が嫌なやつばっかりするじゃないのっていうのそうなるなるとだと思うんですけどでも 私がその時いくら父親好きでもこれ言われたらちょっと無理ってなってたと思うんで今だからお父さんが好きなそういう梅もちゃんみたいな子は。 お父さん像を求めるよねだからでも男の人って娘やから、はい、梅山ちゃんが娘やからそういう接し方で他の女性にそうかってまた別の話やからそうです、ね、だから梅山ちゃんに彼氏ができにくいもしかしたらそれかもしれない、ね、父親みたいな人がいなって言うけど父親みたいに自分のことを見てもらえってそれは肉親やから見れるのなんかの話で。 恋人同士って他人他やんか、はい、でそうなった時に「梅丸ちゃんを娘のように愛せるか」って言それはまた話別やんかいやあの別に黒田さんの言葉に水を差すつもりはなかったんですけど父親を求めてるから彼氏ができないんだぜ。 うんって言った時に俺の中でですよそれは違うんじゃない <laughs> なんで理由はそうじゃないんじゃないなんな別に父親じゃなくても父親でもどっちでもいいけどそん,なそんなことは梅山さんだからどうでもいい話、ね、父親に似てようが似て前が <laughs> <何>金金 違金に変わったいや,いや,いやそれは今まで言うてはったの <laughs> 急に父親像にすり替えて甘って受け入れてるから俺が差し出した餌を美味しく食べただけ美味しく食べていやいや今までだってさどんなに言うたら優秀で話がありそうな人でも <laughs> 顔がちょっと自分のタイプじゃなかったら嫌やって言い続けてたのに急に父親像をもと求めてるから彼氏できへんかってんな そうな俺は別に今言うても優秀やけども顔があかんやつをお前が紹介したのは知らんねん俺だから誰を紹介した俺は顔があかんっていう優秀やけどこいつどうっていう優秀やし同じ学校出身やし就職口もしっかりしてるし年も近いこれほど共通な話題があることはないじゃない顔見知りだ。 この人どうですか?」って言うたら「それはノーだ」って <laughs> え同じ大学でじ大学出身やねん業界も近いや都市も近いうん、うん、こんな話合うことないやんか食べ物好きやしね <laughs> この人も尾崎ちゃんは、ま <laughs> <laughs> 勝手に振られる <laughs> 一番辛い。<laughs> お先はプライドだから僕も嫌ですよぐらい出り出しないことは言いますよ。言う。 彼は言う負けてないから本当にやったですよそんな話。言う言うそんなもうって言いますよ。めっちゃ嫌かも。言う言う勝手には振られへんから勝手には振られ。へん。自分もな自分一緒に巻き込みするも。刀でもうもう人たちなダイナマイトをね自分の中で火つけて抱き込んでいくみたいな傷つけ合ってるお互いそばやな。いやな。ただこれはもうお父さんの個性やからまあお父さんに帰ろうまあお母さんがある程度言うてもしゃあないけどまあ。 お前チクったやろってもお母さん言われてのも嫌なんやね,そうで,すねでも割れちゃうバンって嫌われるんじゃん高校生ぐらいになったらはっきりないやもう絶対嫌われんとわからんこともある、ねまあ、どうやな。うん、我が愛する娘になんでこんな冷たいのってお母さんが聞かれた時に言うたら悪いけどあんたのそういうところやっぱり思春期の娘は気になるんじゃないかな ここで初めてこう効果的になるんちゃうそうですね。あんたこうやでっっそんなことあるかって多分言うんちゃううん、分からないと思います梅山さんと尾崎がお似合いやでって俺らがはまき言うてもこれもう全然響けへんわけ <laughs> まあねで梅山さんが40過ぎでさもう、もうってなった時初めてはっ,ってなることってあるやん <laughs> また別の話でしょ四十梅山さんが言うあの四十になった時多分ですよ、はい、尾崎ははま、い、きを吸ってると <laughs> ボスビボスなハマキを吸ってるような気がするんです僕お金はないですよ会社のチー高いでもハマキを吸ってます僕の感です山城慎吾以来ハマキとニオそんな匂いがするんです。いいそんなにいいがするんですいいですねいいですよね <laughs> はい、ということで、皆さんもうすら知っている愛原に迷いをぶつけてみませんかててはい、迷っている事柄を詳しく書いて送ってください <laughs> 採用者には、愛原直筆式紙とボールペン、ステッカー、キーホルダー、そして梅山お手製千蛇札をお届けしますはい、式、えー、紙、ステッカー2枚、千蛇札3枚、差し上げたいと思いますはい、お楽しみになさっていてください それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のテーマこれが最後ですとこれが最後はい東京都はラジオネームはやちゃんさん、えー、旦那さんの職場の先輩が先日3度目の結婚しました私も知っている人で今回は結婚式はしないもののご祝儀をまた包まないといけないと思うと結婚はこれで最後にしてくれと思いますいないのでどうぞお好きなようにとは思いますがお金が絡むと えー、離婚すんなやと思いますがままた離婚ししそうな気がします、えー、勝手な勝手な私本当に勝手な独断の偏見ですけど大きな結婚式をすればするほど別れてる率が僕高いと思うんですね。えー、よくするよねやっぱりね。 まあまあこんなみたいけども2回目になったら結婚式はそんなにせんでまずやけど親族呼ぶのしんどいわ親族もなましそんな間近藤さんに申し訳ないけどなずっと2回までやったら親族もさ2回までやったら今度こそねって来てくれると思うねん3度目に親族呼ぶ時に近藤さん4回やからな4回同じとこやでだから4回目はポイントたまってやったらしい結婚式場がそんなことすごい す,すごいな, <laughs> なえ続いて兵庫県のラジオネームワイン大好きさんです先月主人の誕生日に美味しいものが食べたいというので私も大好きなうなぎを食べに三宮に行きました昔何度か行ったことのある老舗に到着高くなっているのは覚悟していましたが特上のうな重が5800円、ねね、今日が最後と違って思い切って2人で注文ビールも飲んで感情は1万5000円超え 最後の特上のうな重だと味わいながら食べ終わるとなぜかどっと疲れが出ましたうなぎすごい上がってまもともと高いもんやからなんやばいな,な、ね、年に1回うなぎの日だけのために100円玉貯金するぐらいの気持ちじゃなかったらうなぎは食べたらあかんのかもしれんな,そう,やなそうやったらうなぎさんもねも,もうどんどんどん物どんを安く安くしてるけどもともと高いもんやと思って。うん 昔から三千円ぐらいしてたもんね。んんしてます。だって、普通に安い天神橋商店街のところでも、でも三千五百円ぐらいでしょう。してたよね、やっぱ、うなぎって、そんなもんな,んよなそうい。いますね。うん ラジオネーム「い水さんでですすね、はい、今から30年前の話ですいつもたばこをねだってくるケチな直属の上司に腹が立っていた僕はこれが最後のたばこです気分悪いからもう禁煙することにしました」と言って「<laughs> セブンスター」を一本あげて以来きっぱり禁煙しましたたばこ吸いたかったら自分の金で買って吸いやケチな上司にあげた最後のたばこでしたたばこなんてそのいつやめられたんか知りませんけどもね、うん もうそんな前みたいにタバコちょっと一本ちょうだいって言えない金額よ。一本もう何十円。だって五百俺の買ってるタバコで五百八十円からやん十本で。十本？十本やろだって。え二十本か。二十本でしょ。二十本か二十本二十本でだから二十何本するだでしょああそうか。これを三回言われてみゃまあ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 やで。そうですよね。昔だって三百円。俺や俺はと百五円。ええそんなかったんですか。どん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 。 で、この前、シンガポール行ったんよ。仕事で。千五1500円やで。えぇースイルとかあんのスイルとかめっちゃあんねん。ただ、こっちから持ち込んだらダメなんですよ。向こうで買えた。日本から持ち込んだらダメで、向こうで絶対買う。だから向こうのタバコしかない。まあ、向こうのタバコしかわない。有名なまあね、キャメルだとか、マルボロだとか、日本のタバコがないんですよ。まあ、税金のもんね、思うけど、すごない高っしかも、 並んでないねコンビニに取られるからですかじゃうちゃう並べたら法律上あかんね子供が入れるとこで見てたらあかんっ、ね、て、えー、考えないそれじゃないけど、うん、だからあの言うたらあるんですよ言うたらあるんやけどっていう、うん、もらいタバコする人おったねったった昔は本当にもらいタバコをする人おった一本ちょうだい一本ちょうだい厚生作家の永田さんにお言うて腹立つな <laughs> お前誰かもその話してた、はい、店で偶然おたえでものすごく顔色悪かったね。やる <laughs> と分かるよ <laughs>。もう悲しいようかけらんかった。<laughs> <は>うなぎ屋さんに来てうなぎ食べたい。えっと兵庫県のワイン大好きさんに3000円プレゼントします。たくさんのメッセージありがとうございました。<laughs> それでは今日の3000当選者です。<laughs> 吉野君の えー、ラジオネームしんちゃんは4歳3ヶ月さん、花西市のラジオネームちゃんちゃんまるさん、大阪市長央区の坂下玲子さん以上の3人ですおめでとうございます。はい、ます前回のストレーケグルメ仙台名物牛タンは大和郡山市のラジオネームはぐれごいさん、神戸市北区のラジオネーム半笑いのされさん、福岡県のラジオネームガラルルさん以上の3人ですおめでとうございます。来週も番組にいただいたメールファックスおはがきすべてのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円をまた3人の方にストレーケグルメをプレゼントします。はい、今週は測った 長浜ラーメンです。必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りください。プレゼントの応募には合言葉が必要です。はい、今日の愛言葉はパンパンはいパンで応募お待ちしております。<ン> <laughs> まあ今日はあまりあの時間なかったけど、はい、ここに持ってきてまだパンって言ってんのがねの <laughs> どうなるんやろこれからホワイトハウスじゃこれだと,、はい、あと梅山あかねでした。また来週さよなら,よならおまけのコーナー、はい、さえー、っと 梅山さんがねちょっとそのバ,バンドをするみたいなところでファックスでいただきまして結構いろいろお世話になってるみたいですよ、うん、梅山ちゃんボボーカルのねあボイトレに前回のうなやでめっちゃ高いのに、はい、ただこの一つ意見がありまして梅ちゃん、うん、ドラマは練習するのに場所を選びますしかといってボーカルだけではあまりにも芸がなさすぎますから一層のこともうひと踏ん張り気張ってベースプラスボーカルのパートを目指されたらどうでしょうか <laughs> ギターというのはなかなかハードル高いからまあ、ベースだったらこれ、相原さんねあの、あのドリカムの中村さんみたいなのですかかっこいいですけどね耳につけてねあの耳につけてねあのね、もともとねもともとすいません僕も言い忘れたかもしれないですけどねいろんなものを僕が勝手にねおせっかいなとこ出して持ってあの入れ込んじゃってるんですよそうなのというのは何か言うたらねもちろん梅山ちゃんはまず まずね、まあドラムやりたいあの時まだちょっと景気良かったよ梅山ちゃんはああそういうことだってドラム習いたいぐらいおかしいつい最近話しちゃいましたけいやもうかれこれもう5か月ぐらい前なるね半年ぐらい前ですか半年ぐらい前でも一番最近ドラムほんまにやりたいって言ったん1か月ぐらい前やないそんなわけないだって俺ら練習したんも1か月以上前やで もうだいぶ前に言っててね梅山ちゃん梅山ちゃんドラムやりたい言うて半年ぐらい前にまあそれぐらい気持ちら分かると思うね、その時ドラム習いたいっていうことはドラム習うって習い事やんかお金あるやんかってやろうでもドラムってなかなかもともと難しいとそんな本気でやったかって 23年ぐらいかかるんちゃう人前に移動でしょ急にうまくはならんやろな、ね、そら、ね、だな無茶くちやもんねだってドラムなんて足両足両手でしょもう,こうかなり難しいんですよでそれやったら今言うて俺らもね何度も言いますけどもこのラジオで梅山ちゃんがいつまでおるか分かれへんとんまあそりゃそうや な、やめてください本当にだから、いや、本当にって言うたら、やめてください。いや、俺は分かれへん、俺、俺、俺が決めることちゃうから。おまあ、人事異動、で大月さんが例えば変わって、新しい、ね。はい。あの、プロデューサー。村地にも新入社員が入ってきてますからね。来た時にね、何変えねん言うた時ね、人変えるしかないね、もう、出来上がってもてるから。サッカーアシスタントしかないもんな。まあ、朝は今日のパンでも、うちょっとやばい。リーチ、リーチ。リはい。 で,でもまあそれはもう置いといてただやっぱりやるって言うたら、まあ、例えばあやらがこいつとイベントやんねんって言うたら、まあ、半年後ぐらいまでは待つけどうん、うん、もそれ以上になったらもうその話風化するわな、はい、しかもこのラジオって結構こういろんな人聞いてもろてるやんか業界調子率は高い一般の、ね、人も聞いているもう何やた肩身が、ね、別の意味で狭い聞かれてるから。<laughs> 下手なこと言えん言うて <laughs> 下手なことだから <laughs> ウミヤ海山ちゃんがやんねやったらもうとりあえずボーカルやりながらボーカルは今までのバンドブームを見てもね、うん、例えばリンドバーグ懐かしいのねリンドバーグあ,あのボーカルしか歌が上手いか言うたら「今すぐ消すに行歌が上手いか言うたじゃなくてそのキャラクターとか、うん、その歌に元気そうとか」 合ってるっていう方のがなんかそういう人多くなった。梅マちゃんにさらんだ今なんか変にこの三人並べた時に清楚すぎるみたいな本当でもあやらちゃうんだろ。一番ど動力度。一拍一拍。だからそういうところを見せるためにもそれは俺はどうかと思ったんが一個とででプラスその時ちょうど俺がねそのヘッドライトとちょっと仕事一本だけしたんよラジオ。ううものすごく息悪いね。ほつく。 もうテールランプに名前変える <laughs> それでもいいぐらいな、うん、で,で彼らの唯一の武器が、うん、な <laughs> 唯一の武器が、うんうん、何年ももう二十何年キリンととて大きい二十何年ずっとコンビでおんのに、うん、同じとこでバイトしてるっていうねこの強みなんですよ。うんあのー、駐車場で駐車場で、はい、駐車場でずっとネタの練習してて <laughs> <laughs> でまあそれがそいつらがね龍谷大学。 ちゃんと立派な大学行ってさ、はい、留学でで彼らは軽音部なんですよ軽音部でドラムやってんのが和田で、ま、町田がベースやねんあベースなんやで一回合わせてみようと合わせた時に、うん、もうちょっとだいぶ経ってからなんですよね、うん、だいぶ経ってから一回合わせましょうか一回合わせてみようかって言った時にぽつりと梅もちゃんがあのアルバイトしてなたらダメなのかもしれませんって。 いうことを言われたんでね。<laughs> あ、これだいぶもう、おかしい。ドラムとか言うてる場合ちゃうか。確かに。やろう。うで,ね、で、もしこれでベースってなって、まあ、誰かがただで押してもらうと、もう、これ。町田がせっかく。そりゃそうよ。町田、はい。うまい、ちゃうのうまいというより、町田もだって、軽音部やから。うん、でも、これ、もうのすごい楽しみしてね。うん、これで唯一。漫才も披露したいと思ってんね。うんの <laughs> せすぎちゃう。まあ、いいけど。うん。フ、ま、ァ、あ、と思います。けど、ね、全部がこう、解体していくんですよ。だから。 もう正直な話梅マちゃんがベースを弾きながらっていうのはだいぶ厳しいんですね。まあボ,ボーカルやったらちょっとタンバリンとかあそれでもいいよ。<ー>なんそそんなんでも全然いいしそのブルースハーブみたいな<ー>ねぐらいでもいいんじゃないの別にそうですね,ねはいでもそもそもまずボーカルのレベルがちょっとやっぱり高いのでこう皆さんが思い描いてる理想のボーカルイストの像がな、まあ、曲にパチッと合えば だから割とね今でこそ皆さんすごく歌うまいけども、はい、80年代90年代のボそのバンドのボーカルがそこまでうまかったかって言ったらそこはちょっと梅梅ちゃんがう,うまいって言うてもだたからやなまず<や>自分でカラ,カラオケでは90点以上出すんです、ね、98点とかって言うから言うから言うから自分であげてんだ,だ,かだからそれはもうあ味 <味>歌は味だということであとは衣装だ <laughs> 衣装彼女が誕生日が7月やからはい七夕に生まれてねこれまたそうなんですよわってますよだから七夕、まあまあ、前後どうか分かるけどけど、はいまあ、絶対たん、まあ、逃げれるやんか誕生日バーストバースデー パーーティたそりゃそうかもしれんな理由としたらねでもそれはもう形作ってねお客さんんがでどうしようと思てるかもしれんけどもそこは俺がなんかやるやんか例えば全部梅山ちゃんに任さんでもこれ一つもないのか誰の例えばイベントなのだから梅山ちゃんバースデーやだから梅山ちゃんのイベントや梅山ちゃんのイベント <laughs> そこよね、一番は。だからその、前のめりによしやるぞっていう人が誰だの梅山さんの梅山ちゃんに、だからその全部歌っていうわけにいけへんや,やっぱりそんな歌手じゃないねんから。そこで、例えば分からへんよ、まあ、ちょっと合間にね、あのね誰かがと誰かがしゃべるだとか、思っとったんや、うん、梅山ちゃんが例えばちょっと着替える時間があるね、うんねやつの繋ぎで。うん <laughs> まあそのつなぎで、まあ、一応この流れで言ったらね相、うん、原と藤井輝夫さんのトークショー的な恐ろしいです怪談話のイベントの司会頼まれたけどさこの前 <laughs> NGK から <laughs> それより怖いよね。<laughs> それとか <laughs> さんとちょ待って梅山さんのイベントなのかヘッドライトのイベントなのか黒田のイベントなのかっつっ梅山さんのイベントやねんなだから梅山ちゃんのバースやそれははっきりしとかんとで今やったらやめれるよって言うて言うたやろお前はいはい俺が先頭来たら俺のイベントになっちゃうでっていうことはい俺のそれの先頭来たら黒田のイベントやと思ってたんです俺がないい聞てる人全員黒田のや俺それやったらそんなやらないですもん俺だって俺ギターそんなやったら俺もっとやりませんわそんなもん何やったら藤井哲さんとそんな遠く トークライブいやまだでも彼彼女やったことないから黒冷え一発ゲームにさそれでトークやりたいんかお前わかりません何を言ってるのかわかりませんけどヘッドライトのイベントに梅山さんがゲストじゃないの山のイベントに梅山さんが歌を歌うんじゃないの梅山さんが歌を歌うんじ梅山ちゃんのバースデーライブにしたいのいやしたいのは誰な俺 で梅尾ちゃんがやりたかったらやめましょうって言ってこの前確認取ったんやけどそうせんと会場のこともあるしでまあギターって言ってもね2個いるんですよリードギターとサイドギターっていうのがねそのリードギター中ちの俺の友達がうまいあのうまいとつのそリードギターを用意してでも黒田さん俺黒田さんやったらええんじゃないですか俺別にやらんでそれ難しいですよねいや <laughs> 梅山ちゃんがやりたないんやったらこの時点でやめるってやったらもういつでも,もう会場も押さえてないしそれは何回も言うてなん本人がやりたないのにやらされたっていうこう,こうパワハラ的なのは言えから今の時代ねだからこれやりたないんだったら俺,たは俺は別にどこで別にそこのまあ も成り立ちがいまいち分かれへんから俺も横で「そうか」ということしかないけどあとで言われたら「いえいえ実はやりたなかったんとかそれはもう何度も言ってみたいにもうやらないんだったら今の時点だったら全然逃げれますよっていうことはこれはちゃんと言うとかんとね有田さんそうねだから7月やったらもう今の時しやったらかなやるとするならばよくだからいろんな変やれてなあかんよその歌だけじゃ無理や思うわはい何やったらいいですかいやそこでやんかだから

っていうのが大丈夫かなっていうのはありますねなるほどこれはまたあの続くでいいんですかやるかやれへんかは続くということで <laughs> いいですかね <laughs> でも大丈夫かなっていうのはありますけど、うん、まあでもヘッドライトさんのお二人もすごい、うん、あのやる気満々なのでヘッドライトのは絶対やりたいね、うん じゃあヘッドライイトトのイベントにしたらそれはちょっと怖いね俺が <laughs> ヘッドライトが人を集めるのが怖いね <laughs> そこで売れんのやったらもう売れてるからさ <laughs> なるほど <laughs> プロデュース能力がないのよねだから。うん